We are Team 4 Idol! アミカです。オトモです。ヨムシです。急に、急なんですけども、ただいま撮影終わったのに男子軍がご飯食べに行ってるじゃないですか。ああ、今そうですね。本当やる企画は、はい、絶対に笑ってはいけないサワヤンをやるつもりだったんですけども、はいはい、ちょっと男子軍ドッキリを、なるほど、仕掛けたけど、ちょっとそれでドッキリをやらせていただきたいと思いまして、全然、もしコラボ相手が女子メンバーを口説いていたら男子メンバーをどんな話するのか。お前よかった、お前嬉しそうだよ。兄貴はまだ言うんすよ。男さんのサポート、あ、サポート、僕はまじ彼女いないんで、どれぐらい行った方がいいですか。僕グイグイ来てほしいです。何してもいいです。何してもいいんで。それはもう、それはもうなっちゃうぞ、なっちゃうぞ。え、これからもう戻ってくる。もう戻ってきたらもう早速始まる。フォーエットのレディゴーってあるんですよ。はい、レディゴー、レディゴーやりたい、やりたい。せーの、レディゴーでお願いします。いきますよ、せーの、レディゴー。入れさせてもらいました。彼女いないんで。彼女いないんで。マジ彼女は本当にできない。ただ本人曰く、いや俺は格好すぎるからって言ってる。逆に俺こういう機会がそのチャンスだったりすることもある。マジで出会いないから。なるほど。本当にモテそう。めっちゃモテそうっすよね。顔かっこいい。誰か相席食堂じゃなくて、未成年でですよね。そうだね。5年。それ見てると、なんか前までは別に彼女作らなくてもいいやって思ってたけど、欲しくなる気持ちもある。なんかいいなって、そういうのもメンバー内でそういうのってないんですか。ぶっちゃけ。ないね。本当になって。全然。いや、あまりとそういうんですよ。全然ない。とか言いつつも。すぐそう言う。すぐそう言う。え、彼氏います？全くいないです。マジ？それはちょっと仕事的にとか言うこと言うから意外と、まあ、いいんだね。ちゃんとホワイトの MC が
実はカップルでした、ドーン。それは盛り上がる、それは盛り上がる、しかしてまあありですね。マジやるやる。でも大阪っすよね。大阪です。確か。いつまでいます、東京。めっちゃ聞くじゃん。でもまだしばらくいますよ。いやもう予定決めちゃってる。今決める、後で決める、後でやって、マジみんな可愛いからな、本当に。だからちょっと嬉しい、みんな可愛い。素直に。メンバー内容だと付き合ってないですよね。メンバー内容だと付き合ってないですよね。そういう目で見れないよね。妹とかもそういう感じやわ。そうね。がっつり。だったらもう、とりあえず早くさ、連絡先ちょっと聞いてさ。え、マジ、連絡先もらっていいっすか？全然。LINE で。普通に欲しい。連絡先くる。え、LINE はいいっすよ。全員とも交換して、それぞれ行ってさ、なんか。ちょっと待って、マジで。マジで。普通に飯行きたい。全員ととりあえず行って。フレーボーイ発表。それはダメでしょ。え、行きます。え、マジで。飯って言ったじゃん、さっき。飯は行ったじゃん。飯は行ったでしょ。って飯行くじゃん、全員と。で、その後飯行くだけ。その後は、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 ぶっちゃけもう数時間だから全然わかんない。急に男子でもジェラリ始めた。ジェラリ、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 ジェラリ。一人選ばなきゃいけない。最初とりあえず一回 LINE もらっていいですか。行くとこまで行って最初に選ぶ。これ LINE は LINE ですよ。 LINE、 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 普通の友達として、どの子がタイプなんですか。1位は MC ね。いや、ちょっと、いや、ちょっとお前はまだ分かってない。第一印象で決めちゃいけない。行くとこまでちゃんと行って。いや、やることやって、全部やることやって、やることやって、かっこいいこと言ってるかもしれない。全然お互いちゃんといろいろやることやってから付き合いたい。ああ、確かに俺たちがそっち側なんで。いや、一応さ、目はマスクとかちゃんとするし。そう、マスクちゃんとなんかフライデーとか週刊誌に撮られたりする。これが普通なの。だぶっちゃけだって、これ未成年なんで。それが世界基準ってやつ。すっごい人形みたいに黙ってるけど。で、一番待ってんで、多分死ぬって言われてます。僕はマジで、あの、この人って決めた人はマジで大切にするんで。でもそれはやっぱ僕としてもやっぱ一人選ばなきゃいけないっていう。選んでください、選んでください。いや、だから行くとこも行かないよ。一回、だから一回普通にご飯で行かせてくださいって。なんかちょっとなんか雑な感じしない。雑なんじゃない。スピードスピードやっぱやっぱ全然ここまでない。そんなことやらどうしたの。ちゃんと QR の。ちょっと待って、近くで見たんだけど、マジで可愛い。お前らそんな簡単にイケメンに釣られんなよ。イケメンやれば愛だもんだって、日本には。中身を見るために行くとこまで行かない。じゃあ、第一印象で中身が分かるのか、お前らは。そうだよ。恋愛ってそういうもんだよ。女の子たちが嫌だっていうのはまだしも、そう。行こう行こうなのに、なんでそれを再現する。行きたいって言ってる子に対して、いや、無理とは言えない。なっちゃった時も、まあ、それはずに。大丈夫、大丈夫ってこと。YouTube とかっていうね、仕事やって攻めてるわけじゃん、毎日毎日。なんでここで攻めれないの、逆に。あって数字書いてお前ら、そんな結論金で読むんじゃねえだろ。もらえるもんは全部もらっていいんちゃう。もらえるもんは全部もらって出社選択して。やばいやばい、今日読めるのか。今日読めるのか。今日読めるじゃない。撮影あります。いや、それは撮影終わり。もういや、明日も撮影あります。リーダーとしてもう僕たちのね、女性メンバーにも幸せになってほしいんで、そこをもうね、なんか段階段階踏んでいただければって。サワヤなら責任持って。それはお兄ちゃんが一番信用できる。マジでなんかやきもち
焼きもちじゃない。焼きもちじゃない。可愛いよね、逆に。女子はもちろん自由なんですけど、もちろん恋愛。いやだ、俺らの前であんなむしろ頑張ってほしいな。うん、じゃあ、じゃあ、こいつ出すからよ。あとは俺らで。じゃあ、あとは出すとこ出そう。あとは。そう。待って、待って、待って。聞いたって、これらじゃん。言われてきたんだ。待って、待って、後日家来てもらって、女子メンバーだけ。いや、家だよ、もう。ダメ、ほんまに。一回、もう一回来てください。もう一回来てください。エンちゃんもしどうしたの？なんで座りたいの？どうしたの？どうしたの？エンちゃんも座りたいの？あんたの本能なんだ。こんなメロメロになった2人、恥ずかしいことないじゃん。いやいや、ほんまにやめよう。やめよう。やめなさい。力強いし、怖いし。お兄ちゃん、何言うくらい。お兄ちゃん。ちょっと確認ダメよ。だってだってだって。一回ちょっと待って。あまりなく、一回座ってもらっていいっすか？いや、普通に、お前、しばかれんのかな。一回、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 しばかれんのか、ちょっと。あ、俺、あまりざくんが一番タイプかもしれない。どういうことですか？ついにおかしくなりました。いや、気づいたか。この座って。気づいたかってどういうことですか？いや、ちなみに一番合ってるよ。肉付きのいい子がいいって言ってたじゃん。うん。肉しかない。大丈夫？え、てか、え、空いてます？何言うてんすか？え、しかもめっちゃいいやつさんは知ってるんで。え、マジ行きましょう。いや、一回一回行きましょう。いや、ちょっと待って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 、どういうこと、どういうこと。あ、え、エンちゃん、エンちゃんやってるやろ、これ。いや、絶対やってるやろ。いや、今やな。絶対そうなんやったら、海外行くのありえることだよ。何もやるの、何やるの。これ、ガチでお持ち帰りちゃった、俺じゃない。え、ガチでお持ち帰り、お風呂もずっと出ないし。まさかって、なんで誰も言わんの。その間、ちょっとだから撮影の準備とかしたらいい。いや、ガチっすか。え、違いますか？ドッキリ？大成功。ドッキリ？何？何が？ごめんなさい。え、ちゃんと。だって、サワヤンで笑うってやつでしょ？やるのは。はい、そう。じゃあ、なんか、笑ってる。ちょっと待って。なんでお前、ほんまにやめて。なんか変な妄想してまうから。変な妄想してまうから。服脱いでってわかるの。え、どういうこと。じゃあ行こうか。いや、マジで二人ともさっぱりとした顔でこっそうやってたのさ。やめてって言うわ。てか、そのドキドキか分かって分かってないの。はい、シンプルにコラボ相手がもし女子メンバーを届いていたら、男子君はどんな反応をするのかというドッキリで、絶対にもらってはいけないサワヤンはないです。よし、よし、やりたかった、やりたかった。ちょっと見たかった、ちょっと見たかったやん。だってそうなったら、いや、僕もやると思ったんですけど、なんかさっき飯食いに行ったじゃないですか。その時に急に撮りましたよ。やっぱイケメンに口説かれたい女の本能もあるんだよ。言ってることすごかった。いけ、やれ、やれって。俺の勝利、プッシュする。かっこいいこと言ってるかもしれないです。全然すごい説得力が。あの、じゃああまりさんは本当に持ち帰ってもらって大丈夫です。あ、だから、じゃあ持ち帰るのは全部持ち帰る。初めての。俺はいいと思う。初めての。ほんまに初めてなんで。初めてなんで。優しくしてあげる。さっき結構早かったんで。もう一発言って。はい、ということで動画最後までご視聴ありがとうございます。ぜひですね、ハッシュタグ48コラボマンスをつけて SNS で拡散のほどよろしくお願いいたします。ということで、次回のコラボマンスはこちら。ふざけんなよ。ここまでかまずに言ったら、最後だから、待って、この方たちですって行こうと思ったら、こちらですって言ったら。